こんにちは。しゃべくり料理です。今日はね、9月24、火曜日だ。今日もね、ご飯作りを始めよう。いや、今日右でした。今日はね、イカと大根の煮付けは私たちだけ、大人だけ。子供たちはさ、あんまイカと大根の煮付けは使うからさ、子供たちはね、豚とじにしようと思って。で、副菜は、昨日さ、ちょっとまた焼肉したんだけど、その時のね、細かいイカが残ったのよね。だからそれで、イカの酢の物でしょ？で、あとはね、お豆腐のキノコあんをしようかなって思ってる。とりあえず今あれね、イカをさ、湯がくお湯を沸かした。はいはい、はいはいって。まあ3連休あっという間に終わってね。あら、だってワカメだ。はい。ワカメは気をつけないとさ、ワカメお化けにならないように、ちょっとこのちっちゃなのですればいいんじゃない？いつもさ、えらい量になるじゃん、私がワカメをすると。だからどうしようかね。あんまりたくさんになったら困るから、困るからって。これじゃマスクないもんね。こんぐらいかな。少ないかなっていうぐらいでちょうどよかったりするから、これを。じゃないといつもワカメお化けになるからね。よし。ちょっとまずこれをさ、チンしてこよう。よいしょ。わかめはさ、やっぱ水で戻してそのまま食べるよりさ、ちょっとさ、湯通しするか、なんだっけ、またね、言葉が出てこない。そう、湯通しするかレンチンした方が、柔らかくて美味しいから、芋まかんからね。芋まかん。まくじらん？なんて言えばいいのかな。鹿児島弁ですけど、って。で、このね、まな板さ、もうめちゃくちゃさ、お気に入りすぎて、追加っていうかリピートか、削れてきてたからね、もう、だったんだけど。またね、インスタでめちゃくちゃ素敵なまな板を見つけてさ、胃腸だって、胃腸の木を使ってるんだって、そのまな板は。めちゃくちゃ素敵なね、アロマな板は反則級の可愛さのまな板を見つけてね、頼んだからさ、いつ来るかな。わかんない。今週中には来ると思うんだ。もう、反則級の可愛さ。もう一目惚れ。で、私の好きなインスタグラマーさんがさ、作ってる。お、旦那さんが作ってるのかな？作ってるやつなのよ。で、あれ、お湯沸いたっけ？まだだった？ま、給料切っとこうか。で、日曜日じゃないわ。この3連休はさ、土曜日は、久しぶりにあそこに行ったの、私たち。業務スーパーに。車で1時間かかるんだけどさ、調味料よね。顆粒コンソメとかさ、コチュジャンとか、あとはなんだっけ、鶏ガラだしとかさ、いろいろま、そういう系が買いたくて行ったのよね。でもね、コチュジャンが売り切れだったの。今まで使ってたね、コチュジャンはもう販売しなくなって、入れ物が、はい、ピーピー言ったね、入れ物が変わって、なんとかって店員さん聞いたり言いやったけど、売り切れてた。売り切れてたというか、まだ入荷してなかった。あっつあちちちちちちち痛い痛い。わかめ多かったかな。嘘でしょ。今日はさ、いつもよりかなり少ないと思ったんだけど、なんか上まで来てるよ。あっつ。このさ、わかめを戻すな。いつも成長しないわけ、私。あら、わかめが怒った。成長しないのよね。いつも切りすぎる。あ、切りすぎるじゃないわ。
戻、あ、そうでもないね。ちょう、多分、うん。ちょうどいいぐらいの、ちょうどいいぐらいの量じゃなかろうかと思われる。よいしょ。ねえ、あの、す、これはさ、ヒノキだよ。ヒノキはさ、柔らかくて、歯あたりちゅうの。歯あたりも優しい。反面、その代わり傷もすぐつくっていうね。でね、そのね、一目惚れのまな板は、イチョウの木だから、ヒノキよりちょっと硬いけどね。まあでもね、どうだろう、大きさがね、一応確認して買ったのよね。だから28センチ、普段使いにするのか、お弁当用にするのか、まあまあ、その時の気分かな。よーし。で、これを塩もみだ。よっこいしょ。あら、まあ、きゅうりが奥に飛んだ。これ、洗おう。よっしょ。お湯まだだね。お湯入れすぎたかも、私、お水を。ここにもついてる。たら、これを塩もみしとこう。えい。あ、お湯沸いた、沸いた、沸いた、沸いた。あ、申し訳ない。またここに当たってしまった。お湯沸いた。ちょっと一旦ぐるぐる、これを。塩もみ。よいしょ。イカを切らないといけないんだけど、一旦火止めとこう、もったいないから。イカを切るのだけど、いつだったかな、イカのさ、切り落としになるのかな、になるのかわからんんだけど、イカがさ、カットしたイカが安かったのよね。そん時買ってて、昨日、焼肉をしたんだけど、こんだけ残ったからさ、これを酢の物にしよう。ちょっとね、細く切らないとね、大きいから。あいた。大きいからね。あんまりでも細かく切り刻ん、めんどくさ。ざ。ちっちゃく切り刻んでもだから、まあ、こんぐらいかな。んでさ、業務スーパーで、私のお気に入りのつぼ抜きイカ、つぼ抜きイカを買ったんだけど、めちゃ高くなってた。前はね、4月ぐらいかな。今9月でしょ。4月ぐらいはね、イカ800円ぐらいだったのよ、つぼ抜きイカ。でも今1000円ぐらい、1008円ちょっと忘れちゃったけどさ、ほんで私としたことがさ、ことがさ、詰めてくれるのはいいんだけど、いろんなものをごっちゃまぜに詰めようとしてたからさ、レシートを握ったまま、あらあらあらって言って言ってたら、すっかりレシートを忘れてさ、帰ってきたって、バカだなぁ。でももっと遠いからね、もうしょうがない。もうね、まあ、しょうがないわ。しょうがないって言いつつも、あ、しまった。レシート忘れたってめちゃ悔やまれたけど。もう、つぼ抜きイカも高くなってた。1008円ぐらいだったよ。前はね、ほんと800円ぐらいだったんだけどな。ちょっと悲しかった。で、あとあれよね、オイスターソース。オイスターソースも買って、何買ったっけ？なんか結構買ってさ、1万5000円ぐらいだった。1万5000円分ぐらい買ったけど、食品はね、冷凍しいたけとそのイカと、ほうれん草？あとは特に買ってないよね。調味料？あ、業務スーパーのゆずポン酢が好きだからそれも買ったんだ。よし、こんぐらいに切っとこうか。あ、まあいいや。ちょっと一旦これを洗わないかんからね。ほら、顆粒コンソメとかさ、なんだ、あら、さっき湧いてたからまあいいや。顆粒コンソメとか鶏ガラだしもさ、スーパーとかで買えば高いじゃん。ちょびっと入って、200度ひこかするでしょう。業務スーパーだったら私1キロ入りを買うわけよね。でっかいのを。それで700円前後だから、やっぱね、調味料とかはね、そういう系はもう業務スーパーに行ったよね。ちょうど3連休だったしさ、行った。久しぶりだった。
よいしょ。で、これイカはさ、一応ね、塩と酒を入れて、こう、ポッとさっと湯がく。280?280? え、どっから280が出たんだろう。今私なんで280って言ったんだろう。わかんない。よいしょ。まだブクブク言わんな。あれがなかったのが悲しいけどね。なんだっけ。あの、ほら、コチュジャン。コチュジャンが業務スーパーのがいっぱい入って。まあ、最初ね、買うとき暖かいかもしれないけど、長く使うからさ。と、お湯がボコボコ言ったから、イカを。さあ、あら!さっと湯がこう。よし。でね、ガスコンロ快適。やっぱね、全然違うね。快適です。これをさーっと湯がいとこう。めっちゃ快適。やっぱね、途中で火が消えたりつかんかったりしてさ、電池を変えても、やっせんって鹿児島名だね。電池を変えてもダメだったのよ。だからもうこれにしたんだけどね、前回のは真っ白だったけど、今回のはちょっとベージュっぽいナチュラルホワイトだからね。まあでも黒よりいいの、私は白の方が好きだからさ。前あのガスコンロを買った時、白は汚れが目立つのにって、誰だったっけかな、多分ね、インスタだったかな、かなんかでね、言われたけど、別に汚れが目立ってもさ、掃除をすればいいだけの話だし、汚れが目立った方が私は掃除をね、するから。よし。ちょっと一旦グラッとしてからね、止めよう。本当に、この何でもないところにつまずいちゃって嫌になっちゃう。で、あ、もういいや。調味料。わかめは多分今日はね、ちょうど良かったような気がする。あの、ちょっとさ、大きめのボウルですれば、たくさん湯がかれてしまう。湯がかれてじゃない。たくさん戻してしまうから、私が。だから、この小さいのですればいいね。そう。まあまあ、ビレモンが大きい小さい関係あるのかないのかは謎だけど。よいしょ。で、快適に使えて嬉しい。で、先週の3連休の時もさ、食料品のまとめ買いに行ったんだけど、やっぱお弁当とかさ、3人分じゃん。で、晩ご飯とか、まあ何、ね、食べるからすぐなくなる。だから、業務スーパーに土曜日行っても疲れたから、次の日の日曜日か、日曜日は、隣の市の西牟田にまとめ買いしに行ってさ。ほんで、その日はね、その日の晩ご飯はね、この暑い中ね、鍋。簡単だから。鍋にして、昨日は焼肉にして、よいしょ。で、湯がかれたね、もう。ちょっとさ、水を流しながらお湯は流さないと、通人さんがね、腹かきやから。あっつ!手に、ああ、使った。手にかかっちゃった。嫌になるわ。ちょっとこう、水気をここにこう置いて切っとこう。で、なんでこんな引っかかる?嫌になる、本当に。よいしょ。ただ水気を切ろうかね。ほんでさ、ちょっと絞るわ。まな板さ、この前さ、私がいつも使ってるまな板の小さいサイズがあるちょっとじゃない、一応ね、長さを測ってちゅうの。長さを確認して買ったんだけど、あまりにも、これね、ここに測ってるでしょ。あまりにも小さすぎてさ、届いてびっくりよ。って。もうほんと、果物とか切るぐらいの大きさだったから、あちゃー、やっちまったーと思って。でもね、これもね、すごく私は気に入ってるからね。よいしょ。もう、でも小さすぎた。それでほら、あんまりにも小さすぎたと思って、どうしようと思ったらちょうどインスタでさ、その私の好きなインスタグラマーさんがさ、旦那さんが作り屋みたいでまな板をね、
で、そのストーリーズが流れてて、うわ、これもうめっちゃいいわーって、一目惚れをして、そこ、もうし、あの、史上最強に可愛いと思う、あれは。ほんと。あのさ、今まで使ってきた中で一番可愛い。あんな可愛いまな板に出会える日が来るとは思わなかった。よいしょ。今日はね、そんなに多くない。ね。いつもこれからこのボールですよ。多くならないように。じゃないとさ、いつもは若めのお化けになるじゃんね。よし。ギュッギュッ。でもな、イカはさ、煮付けは久しぶり。あの、壺抜きイカをもずっと飼ってなかったら煮付けも、飼ってなかったからか、煮付けもできんかったけど、もうね、イカを飼った瞬間に、イカを3袋飼ったんだもん。あんまいかんからさ、とわかから。その瞬間に、よし、火曜日はイカと大根の煮付けにしようと思ってね。よーし。もうちょっと酢を効かせたいけど、あんまり酢を効かせばトトがむせるからね。まあ、なんか、足が痛い。あんまり歩かないのに、歩いたからかな。やっせんこっだ。よし。で、これで、よっこいしょ。あ、よっこいしょ。あ、痛った、痛った、痛った。よいしょ。これでね、酢のもんができたね。お豆腐のきのこあんもだけど、一旦ちょっとここ洗うわ。ここがわさわさなってるからさ。よいしょ。今日は幾分涼しいような気がしたけどね。でもやっぱりさ、私はお弁当作り終わる頃は、今日は滝じゃなかった。汗だくだった。炊き汗よりも、ちょっと、下のバージョンだったよ。よし。よーし。これでね、イカの酢のものができた。で、お豆腐のキノコあんはもう、キノコを切ったらお鍋にポンポンポンって入れていって作ろうかな。今ここ洗い終わったからさ。よいしょ。あら、まあ、いいや。このさ、ここはね、こやねえって、半分でいいわ。で、あ、これ、どこけ半分。あ、いいや、もう全部洗う。お味噌汁に使おう、半分は。めんどくさくなってきた。めんどくさくなってきたわ。すぐこんなしてめんどくさくなる。もう今日はキノコ尽くしとる。キノコ尽くしの味噌汁にしよう。取れるかな？にゃっと。ちょっと。よいしょ。ちょっとこの半分どこ、どこか、ここいうとこか。んで、ここのね、下が美味しいけどな。まあ、ざっと切っとこうか。歯に詰まる人がいるから。で、3等分ぐらいかね。よいしょ。よし。だいぶ涼しく感じたけど、やっぱ私は汗をかくなぁ。OK。ちょっと待って。しめじもさ、今日はお弁当にしめじを使ったでしょう。その残りがあるから、これは、こんだけ入れたら多いかな。いいや、しめじもお味噌汁に入れる。キノコ尽くしじゃ。キノコはうまいからね。よいしょ。このさ、お豆腐のキノコはもう久しぶりだよね、うち。長く作ってなかった。いいよ、こらさ、豆腐も、あらま、あらら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 、もう滑っていったもん。豆腐も出した。しめじもね、どうしよう。しめじはこんだけだな、お味噌汁は。で、こっちを。あれに使おう、実際にね。よし。あらあらあら。ほんで、
やっぱさ、業務スーパーも店舗によってさ、売ってるものが違うじゃん。私が前ほら、娘の病院の帰りに寄ってた業務スーパーは、しめじもさ、あばらかしたのがさ、冷凍で売ってたの。それを買っててね、それがすごい使いやすかったんだけどね、この前よ、土曜日ってとこは売ってなかった。売ってなかったよ。もう何がショックって、あれを、あれ、またあれ、なんだった?コチュジャンがなかったのがショック。コチュジャンもスーパーで買うとちょびっとしか入ってないのに高いじゃん。嫌になるほど。だからそれがショックだったけどね、もう次はいつ行くんだかわからん。なんせ遠いのよ、車で1時間ってさ、なるべくなら私運転したくないからさ。よし。運転がしたくないのよね。ちょっと一旦ここに、よいしょ。下ろしてて。よいしょ。で、水。あら、ちょっと多いか、まあ、いいか。200。で、よいしょ。火をつけとこう、もうね。すぐ下げるように。そしたらね、和風だし、小さじ1。よし。連休中に袋を破ったって言ったけどさ、破ったんだけど、満タンに破ってさ、恐ろしい、こぼれそうで。すぐこんなするの。みりんと、薄口。よいしょ、みりん。あ、みりん、みりん、みりん。あ、みりん、薄口。薄口が大さじ 1.5。よし。あら。また醤油屋さんにも電話をしないとさ、醤油もないじゃん。みりんが大さじ1。よし。で、酒も大さじ1。醤油もないわ。よいしょ。よっこらせ。よっこらせばっかり。あ、ここだった。これをちょっとガラッと混ぜとこう。で、これをね、ガラガラ沸かせて、沸かせてって。人に立ちさせてさ。よいしょ。だからもうあれ、このキノコのあれが、キノコが、ガラガラ言うまでの間にお味噌汁の準備だ。で、最後にね、イカの煮物をすれば、よいしょ。この豆腐はこれだから。はい、カタカタカタ。キノコまみれ、しめじと、これはさっき洗ってたからさ、えのきね。しめじと、これと、あと、それこそまた焼肉の残りの厚揚げ。うちさ、焼肉の時にさ、厚揚げも焼いて食べるんだけどね、それも美味しいのよ。厚揚げもうまい。あれ沸いたっけ?まだ何も言わんね。よし。でね、このしめじをね、形があれば嫌な人がいるからさ、切り刻む。こう切り刻んでたらね、食べるからね、子供かよって。子供よか大変だが。よし、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 よし。と、厚揚げ。どう?まだだね。厚揚げ。厚揚げもだけど、なんでしまんないのあなた。ああ、よかった。壊れたかと思った。ちり箱、ちょっと前に買ったばっかりなのに。壊れてもらったら困るよ。ちり箱もさ、足踏みじゃないとさ、足で踏んでパカッて蓋が閉まるのが使いやすいじゃんね。よいしょ。で、厚揚げ。
イカと大根の煮物にも厚揚げ使うんだけどさ、またね、あの厚揚げとこの厚揚げは種類が違うの。煮物に、あららら、ら、ブクブク湧いてきた。ちょっと一旦火止めよう。どれぐらい入れようかな。いっぺんに入れたら多いから、あら、見てん、こんな。ちょっとこんだけ入れて、あとこんだけは明日か、明後日か、使おう。もうこのまま直しとくんだよ。よいしょ。日曜日だったかな、すっごい雨。台風の影響かわかんないけど、すごい雨風で、めっちゃ雷がゴロピカゴロピカなんて怖かったのよ。ほんで途中道が冠水しててさ、トトがそこの冠水した中を運転していくから、もう私怖くて怖くてたまらなかった。大丈夫やって、ここだけやってって言ってさ、まあ一部、ほんとこう、釣り鉢状になってるところがあるんだろうね。そこだけだったんだけど、なんでこんなバカでかく切ってんだろう、私。めちゃくちゃ怖かったよ。まあ、なんでこんなバカでかく切ったんだろうな。めんどくさかったんだろうね、もう。すごい適当。厚揚げ。厚揚げつってもこれ絹揚げだからね。煮物にはさ、やっぱあの、木綿を揚げたやつの方がうまかよね。よし。よいしょ。ちょっと、その前に、これにお豆腐を入れとこう。でさ、とろみをつけるのよね。崩さないようにしないと。って言いながらね、いつもね、ちょっと崩れちゃうんだけど。で、私はさ、これ作るたんびに言ってるけど、ね、残ったあんをさ、ご飯にぶっかけて食べると美味しいの。で、一味唐辛子を振ってさ、食べるのよ。それがね、うまいのよ、またね。よっこらせ。よいしょ。あら、また今度はこっちをすれば、見て、味噌汁に味噌入れてないよ。なんでこんなあるかな。今さ、お味噌汁しようと思って、これ、置いたじゃん。で、ここにお豆腐入れたよ。そしたらね、しっかり忘れて味噌汁に水も入れてない。もう嫌になっちゃう。なんかね、一つすれば一つ何かを忘れるのよ。嫌だ。なんか嫌だわ。よいしょ。ね、小松菜でも入れればいいけど、あんまり具沢山になりそうだな。まあ、いっか。ちょっと弱くしとこ。よいしょ。もう火つけとこう。いや、めっちゃ満タンに破っちゃってさ、この出汁の袋破くのはあんま好きじゃないからさ。よし。で、こうして、はい。で、今度はこれをたぎらかす。で、これを混ぜ混ぜしよう。久しぶりだ、これも美味しいのに。で、これ水溶き片栗粉ね。ちょっと弱火にしないとさ、水溶き片栗粉が固まればジュルジュルなるから。あれはあんま好きじゃないのよ。あー、やっぱ火使えばちょっと熱いわ。よいしょ。でね、豆腐を崩さないようにちょぼちょぼ入れないと。そんな言っていつも崩すんだけど。よいしょ。すぐね、崩しちゃうのよね。ほんで、すぐ崩しちゃうって言いながらさ、計量スプーンでしてるからね、もう。あんまりなんかなんか出すと、あ、ほら、崩れた。まあいいや。洗い物が増えるから。こんなすぐから豆腐やらなんやら崩すのよ。熱いわ。よっこらせ。あー、ほんとに崩れちゃって。まあいいや。よし。で、ここにザーって早混ぜしないとさ、水溶き片栗粉の片栗粉、水溶き片栗粉の塊ができれば美味しくないじゃん。
よーし。できた。で、これはさ、食べる前にまたちょっと火をさ、弱火にかけてね。よーし。持てるかな？熱いわ。熱かったわ。よいしょ。これでね、お豆腐の、傾ければザバってこぼしそうだからさ。これでお豆腐のキノコあんの出来上がり。こうやってこっち側に見せようとすればさ、絶対私のことだからザバってこぼしそうじゃん。だから危険を察知した。蓋ね。お尋ねしたいんですけど。私この前さ、豚汁作るときに大根全部使ったっけ？冷蔵庫をさ、野菜室を探してもないわけ。一生懸命探したの今。でもないの。あら、ちょっとこう弱くしとこう。なかったのよね、どこにも。ちゅうことは使ったちゅうことで間違いないよね。全部使ったかどうかも覚えてない。イカと大根の煮付けは私とことだけだからさ。よいしょ。どうだったかね、全部使ったかな。思い出せないのよ、どうしても。ないところを見れば、ないところを見れば使っただよねって、使ったちゅうことよね。あら、お鍋持ってこよう。ないから使ったんだろうね。どこ？ここに。ここは、こっちに置いとこう。まあ、いいや。よいしょ、使ったんでしょう、きっと。こんなしてすぐ忘れるのね。豚汁作ったのが何曜日だっけ？木曜日か金曜日でしょう。覚えてないのよ、もう。先週のことだから。使ったのかもね、ないから。すぐ忘れるの、こんなってね。ちょっとダメだ。いや、握れだ。しまった。タバキューすればよかった。ちょっとさ、大根の皮むいてからさ、タバキュー。タバキュー&お茶キューしよう。いや、握れだって。あのね、いや、握れを起こしたら私集中力が低下するのも。何かするたびにさ、タバコ一本吸わないと。洗濯干し終わったらタバコ一本。掃除機終わったらタバコ一本って感じでさ。とにかくタバコでね、矢に注入しないとさ、矢に切れを起こしちゃうの。ちょっと。よいしょ。矢に切れを起こしてしまうから。よし。はい。ちょっと大根抜いたからちょっと、タバキューです。一回切るね。失礼しましただったタバコタバキューをしてさ矢に注入あれどこに直したんだろうあらまどこに直したんだろうかなんでないんだろうかミスマドラーがない息子が使ったのよね日曜日いや昨日トトが直したんだ。あ、ここに落ちてるじゃん。なんでも、きつも聞き止めよう。なんでもね、ないときはトトのせいにする。下に落ちてた、かけてるところの下に落ちてた。でね、もうこれでも味噌汁もできた。これをね、ほんと、便利。味噌マドラーも便利だし、このお味噌は美味しくて、味噌カスが出ないからとてもなくいい。洗い物がね、少しでも一個でもなくなるからさ。よし蓋。わお。お味噌汁できた。このさ、鹿児島限定になっちゃうんだけどさ、この京揚げが美味しいのよね、煮物には。これを使う。けど、全部入れたらえらいこっちゃな量になっちゃう。いくら、私が朝ごはんにたっぷり食べるとはいえどもさ、えらいこっちゃな量になっちゃうから、いくつか入れよう。よし。で、久しぶりだ、このイカと大根の煮物。もうちょっと大根入れてもよかったかな。
こんなん言っていつも大量になるから、こんぐらい、そう思うぐらいが多分私の場合ちょうどいいんだと思う。いつもね、こんなん言ってね、えらいこと言って、映ってないけどね、ここに鍋があるの。だからもう鍋の中に入れていくよ、もう。よいしょ。で、このさ、揚げをどひこばっかり入れようかね。どんぐらい入れよう。たくさん入れたらさ、ねえ、こんだけ全部入れたら多いから、1、2、3、こま、3個でいいや。これをちょっと、長いとあれだから半分に切って、ちょっとビニール袋に半分に切って入れよう。どこだ？よし。で、明日はまた、私は明日はまた用事があるから、どこそこ市役所やら行かないかんから動画はお休みの日でしょう。勝手にね、私の定休日が水曜日やの。動画はお休みの日だから、まあ、明日か明後日、明後日か、使おうか。残りはね。で、油揚げじゃない、これだな、京揚げ使いたいけど、厚揚げよね、要は。斜め半分にドンって切ろう。もう適当。この揚げもうまいからね、この、ここの銅像の食品ののがめっちゃうまいのよ。よし、ほんで今度はイカを切る前に、子供たち用の玉ねぎを切っとこう。豚とじさんにするからさ、玉ねぎを切っとこう、半分ね。あいた！この前から足が痛いの、私。よいしょ。あいたたたたた。足が痛くてさ、ここがね、ここの付け根っていうの、この、上半身と足をつなぐ、ここの、この辺が、なんか私生まれつき股関節が悪くって、なんかね、歩けなくなったことがあるのよね、ちっちゃい頃に。で、その時に病院で初めて分かったんだけどさ、生まれつきね、このさ、これが足の骨やとすれば、上半身とつなぐ骨がガポって本当はあるんだって。それが私ののはね、少ししかないんだって、骨が。骨がって。で、生まれつきそれがさ、悪くて、まあ、手術をしようかって、次、あいた、次痛くなったら手術をした方がいいって言われてさ、それから、ま、時で、歩けなくなるほど痛くなることはないんだけど、やっぱ時々こんなしてさ、痛くなるのよ。だから次歩けなくなったら手術をした方がいいって言いやったけど、ねえ、いや歩けるから。だから本当はね、体重ももうちょっと軽くなったらいいんでしょうけど、まあいいんでしょうけど、体重はもういいや、気にしない。全く気にしない。全く気にしない。気にしなさいよって言われそうだけどさ、気にしないの。いいんだ。よいしょ。で、これを切っとこう。子供たち用ののをね。私たちはさ、やっぱこの煮付けとかも好きだけど、子供たちはやっぱ煮付けよりね、豚と塩してあげた方が食べるからさ。よし。ねえ、さっきのザル、洗ったけど、一応、ここに、直して、なんか、土曜日からなのよね、ここが痛いの。変な、車の中で変な座り方をしてたからかも。足を上に上げてさ、こんなって。だからだよ。ちょっと、そしたら、いいかだ、いいか。よいしょ。もう4日間で溶けてるからさ、もうこれも切ってお鍋にポンポンポンだ。何もかもこんなして私が洗っちゃうからさ、この辺はいつも水浸しになるんだけど、あら、すぐさ、洗っちゃうのよ。よいしょ。ちょっと、これね、まな板これ、
肉魚用のまな板もさ、ダイソーに行って買い替えようと思ってんだけど、ね、今日は行こうかな。あ、どっちみち今日は西牟田に行かないと。よいしょ。あれだ。ゴミ袋を買わんないかんの。ゴミ袋も高、あら、高いよな、ゴミ袋もね。市のさ、指定のゴミ袋じゃないと持って行ってくれやれんからさ、ゴミを。だから高いよ。昔は黒のゴミ袋だったらさ、3個、10枚入りが3個で100円とか、昔、4、5年前かな。10枚入りが3個で100円とかであったけどさ、今はもう、市のやつは10枚が、大きいやつがいくらだけ、あんま太かったけいか。まあいいや。あんま大きかったような気もするけどね。いいや、美味しいから。10枚で200いくらかな。忘れちゃった。あのゴミ袋も買いに行かないといけないし。あとなんか外から言われたがね。何だったかな。忘れたな。何だったっけ、 LINE してみよう、後から。頼まれてもすぐこうやって忘れちゃう。なんかめっちゃイカ豪快に切っちゃった、久しぶりだから。まあいいのよ、歯があって。だったらみんな歯があって、歯で噛んで食べるんだからね。あんま気にしない。よっこいしょ。でね、もう子供たちの豚とじはさ、こういう時はね、簡単に麺つゆを使って私は作る、いつも。よいしょ。まあ、おっきいけどね、おっきい方が食べ応えもあるでしょう。あら、ここ。うん。にゃっと。よし。もう、布巾がびっちゃびっちゃになったから、洗濯機に入れて新しいの持ってきた。煮物。煮込みはこっちか。煮込みはこっち。こうか。まあ、いっか。この煮込みモード中のでしてみたいのよね。新しいからなんか使ってみたいじゃん。煮込み中のですればさ、なんかほら、とろ火よりも優しい。あ、とろ火よりもじゃないわ。弱火よりも優しいとろ火になるみたいに書いてあったから。水。水が500。よいしょ。とてはさ、このイカの煮付けをしたらね、オッケって言うんだよ。まあ、オッケって鹿児島弁でさ、お味噌汁とかのことをオッケって言うんだけど、イカのオッケって言うから違うんだよって。これは煮物っていうのに、イカのオッケやっとこれ味噌汁がとかとかさ、言うの。で、和風だしが、また頭タイム。1、2、小さじ2。あら、ガラガラたぎらかしてからすればよかった。まあいいや、もう今さら。久しぶりに作るとね、大変。うす口とみりんを 2.5 ずつ。ね、久しぶりに作ればさ、段取りがわいかつうかなんつうか。よいしょ。めっちゃ、久しぶり好きだ、これ。イカと大根と厚揚げと炊いたやつさ。2.5。はい。1、2。よいしょ。あとちょ。よーし。で、子供たちの方もだね。もう作っとこう。でもね、蓋をし忘れてるまあ、ほんと。よっこらしょ。私さ、子供たちの方、こういう時、まあ、大人は煮物で子供たちは別メニューの時はね、もう、このね、当選郷のめんつゆ、これも鹿児島だね。当選郷のめんつゆで作るも簡単にね。これでほら、卵で閉じてあげればさ、どこまで入った？卵で閉じてあげればさ、ご飯に、よこしょ、よく合うじゃん。そういえば息子がまた冷やそうめん食べたいとも言ってたなぁ。あら、何かすれば何かを忘れる。鍋を出し忘れてる。
よっこいしょ、あいたたたたた、あいたたたたたたた。よいしょ。えい。ほんとにさ、一つすれば一つ忘れる。だからね、困ったものよ。でも食べる前に卵で閉じてあげる感じだね。ほんで玉ねぎ。玉ねぎをドーンって。これ、ちょっと沸くまで待とう。ポテトギス。蓋だね、その前に。これか。こっちもまだ沸かんからね。なんかね、ちょっと沸いてきたね。いい匂いがする。ほら、ガラガラたぎってきてるもん。たぎってって。九州は言うみたいね、たぎってってね。九州は言うみたいだよ。わかるって言ったもん。たぎるってわかるって。よいしょ。ちょっとさ、これ、豚バラもちょっと残ってるから、豚バラも一緒に入れて炊いとこう。豚バラさんも一緒に入れて、炊く。九州はね、たぎるで通じるみたいよ。ワクチューのかね、標準語だったらね。もうさ、私、鹿児島、どこに行っても鹿児島弁だからさ、鹿児島弁をこの標準語に変換するのが非常に難しくて、とてつもなく難しいわけ。本人はそれ通じてるからさ、これをどうやって標準語に変換するんだろうってね、なっちゃう。鹿児島弁しか使えないからさ、辛いも標準語は使いたくない。あれこれ、ちょっと、どうしましょう。多いな。あんまり全部したら多いな。明日のお弁当、お弁当用にちょっと取っとくか。バラしながら。あれ私間違って回答したかもしれない。よいしょ、子供たちのするように。ちょっといつもより少なめに解凍し、冷凍してさ、それを冷凍 してたんだっけ、解凍かしてたんだけど、若干、なんか間違って解凍してる気がしなくもない。どうかな多分間違ってるな、この感じだ。また跳ねたかも。よいしょ。娘はね、あんまり肉がたっぷりだったらね、肉はお腹に来るっつってね、あんまほら、まあ、食べるのは食べるけど、量を食べやれんのよ。お腹に溜まるっつってさ、暑いわ。やっぱりさ、今両方火をつけてるじゃん。暑いわ。あんまね、多くて残ってもな、困るしな。いくら私が朝がっつり食べるとはいえどもさ、そんなんた、明日ちょっと用事を出な、あ、これだったのかな？全部入れちゃおっかな？いや、もうこんだけでやめとこう。多い、これ多分。絶対多い。二人分だからね、子供たちの。これでやめとこう。多いわ。で、これをお弁当にしようか。残ったやつをね。でも、お弁当三人分と思えば、これじゃ少ないわけよね。ちゃんと考えて冷凍したんだけどなぁ。おかしいなぁ。ちょっとガラガラ。おかしいよね。考えたんだ。あらま。まあ、お弁当に使うか、明日。一応考えて冷凍したはずなのに、解凍するのを間違えたのか。不明。適当すぎるからさ、本当はさ、よいしょ。よっこしょ。ここに書くところがあるじゃん、ちゃんと。ここに書けばいいんだけど、めんどくさいの。めんどくさいからさ、たまに、胸肉だと思って解凍したら違ったということも多々ある。よいしょ。ほいでね、豚さんに火が通ればね、やだ。ちょっとこれ長かったなぁ。まあいいや。長いのがあったら当たりちゅうことで。よーし。これで子供たちのはできたね。
よし。で、こっちはどんな風？まだ限らない。限らん。ちょっといい匂いがしてきた。ガラガラ言ってるね。よいしょ。でもまだ全然大根が白白してるからさ。さあ、この煮込みの目に、あれを、やだ、ここにこんな汁が跳ねた。ね、危ないね、こんなしてね、やけどするくせ。やだ、もう。まだまだ。でね、これ説明書を読んでないから、いつもなんだけど、どうやって使うのかがわかんないけど、あ、押せれた。これでいいのか？ほんで弱火にしてんのかな？これでいいんだと思う。で、タイマー。30分もういらない。よし。15分。これさ、右も左もさ、タイマーができんのよ。ただ、こっちもこっちも両方にはできないらしい。そんな、だったよ。できた。15分もいるかな。まあ、デコンが入ってるからね。これも15分炊いたら出来上がりだ。もしさ、イカのあれはもうね、15分炊いたら出来上がりっていうことで。ちょっとごめん、また。うん。自分の唾が引っかかった。嫌になる。今日も楽しくご飯作りができました。感謝です。最後まで見てくださりありがとうございます。じゃあね。バイバーイ。